皆様大変お待たせいたしました。お時間になりましたので、古屋敷優太さんのチャリティーライブ始めたいと思います。それではお願いいたします。はい、それではリレーフォーライフジャパン青森会場、今日は初めて来させていただきます、青森県橋上町、出身の古屋敷優太と申します。今日は皆様暑い中ご苦労様でございました。僕が来ると雨が降るって噂もありますけれども、ちょっと怪しい天気にもなってますが、短いお時間一緒に楽しんでいって、いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。僕今日小柳駅で青い森鉄道に乗って小柳駅で降りて、ここまで歩いてきたんですけれども、10分歩いたら本当にもうとんでもないぐらい汗が噴き出してきてですね、こちらの会場にリレーフォーライフジャパンの八戸のメンバーの方も、来てくれているんですけれども、彼女らとは本当に、いつも仲良くハグをしたりする仲なんですが、今日は会場についてベタベタの中ハグさせていただきました。ベタベタな感じもまたなんかこう肌のもちもち感があっていいなって思ったりもするんですがこんな適当なこと言ってないで歌歌えっつってね、では1曲目はそんな小柳駅のちょっと、手前に野内駅という駅がありますけれども、僕の歌にもそんな青森県の、雪の、溶けきらない春と、旅立ちをイメージして、野内駅も出てくる歌がありますので、1曲目はその曲をお届けしたいと思います。それでは聴いてください。白い春。焦らないように白を選ぶ。
距離を消した風の向こう側揺れる朝虫の波は春を忘れたようにざわめいてきっと知らぬ間に切なかれねぶた林が聞こえたらすぐ会える僕の思いが今距離を消した1曲目はこんな暑い中、春の歌をお届けいたしました、白い春という曲をお聴きいただきました。リレーフォーライフ、僕はあの八戸の、やってる時にですね、もう 4,5 年ぐらい前ですかね、長根、運動公園というところがあるんですけれども、そちらで開催、されている時に、一度、チャリティーでライブさせていただきました。今日も、青森ので出会った八戸で出会った青森の方のご縁いただきまして、この場で今日は歌わせていただいております。ではそんなご縁に感謝して一曲カバー曲をお届けしていきたいと思います。中島みゆきさんの糸という曲。なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいた生きてきたの。遠い空の下、二つの物語だ。手の糸はあなた。横の糸は私。織りなす布は。いつか誰かを温めうるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ。夢追いかけ走って転んだ日の後のささくれ。こんな糸が何になるの。
心もとなくて震えていた風の中だ。手の糸はあなた横の糸は私織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。だっての糸はあなた横の糸は私会うべき人に出会えることを人は幸せと呼びます。汗がベタベタで僕もいい感じの持ち肌になってきました。もしよかったら皆さんちょっとまだ椅子空いてますので座って聞いていていただければと思います。ちなみにこの保健大の方って若い方が保健大の方ですか？はぁはぁって声聞こえましたけど、あんまりいないんですか？僕は高校の時に模試で保健大の判定をやったことがあって、確かなんか D か E ぐらいでっていうことを今思い出してなんかグッと来てました。それでは次ちょっと、オリジナル曲なんですけれども、青森の、皆さんだったらもしかしたら一度、お耳に、聞いていただいたことがあるかもしれない、僕のオリジナル曲を一曲お届けしたいと思います。金賞堂本店という青森、弘前に八戸にも店舗ありますけれども、そちらの CM で、流れている僕の曲でございます。それでは聴いてください。僕らの街。急げ急げ青いバス、君が待ってるんだ。こんな調子じゃ間に合わない。今日は大事なことを告げるつもりでいるのに。幸せなことさ。夢に後押しされて出て行った僕なのに、何も聞かず何も言わず迎えてくれたのは、そう、君とふるさとだった。
じゃないよ、次は僕が守る。この街で宝物を僕は見つけた。幾万の中きらめいた君という奇跡、いつもの場所へ愛を乗せバスは走ってく。すぐ曲がったら君が待っている。ここは僕らの僕らの街という曲をお届けいたしました。それでは時間は経つのは早いもので、次の曲で、最後になります。今日明日もですよ ね2日間、ぜひ皆さん、体調気をつけて、最後まで、リレーフォーライフジャパン青森を、正解で終わるように願っておりますので、今日ちょっと僕本当に私事なんですけど、終わった後すぐ仙台に行かなければならず、皆様のちょっとこれちょっと寄れたり歩いたりちょっと行けないんですけれども、またご縁ありましたら、八戸の会場でも、そしてまた青森にも、お伺いして、こうやって歌を届けたいと思っておりますので、その時はどうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。古屋敷歌でした。ありがとうございます。それでは最後の曲聴いてください。虹のたもと。色づく街路樹の下、信号は青になる。去年のこの季節には、二人で歩いてた。雨上がりの空に七色の橋がかかれば、君が佇んでる気がして空に探した。そこは虹のたもと。思いが時間を超えて、また胸を締め付けた。聞こえないはずの君の声、耳の奥繰り返す。
秒ごとに深くなるんだ。愛した記憶も雨上がりの空に七色の橋が架かれば君が笑っている気がして涙溢れた。僕は生きてくから、少し見守ってて、いつか一緒に渡れたら、そこは虹のたもと、ありがとうございました。古屋敷歌でした。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。古屋敷さん、ありがとうございました。今一度皆さん、大きな拍手をお願いいたします。本日はお忙しい中、本当にこちらにお越しいただいてありがとうございます。忙しぶってるだけですいません。ありがとうございます。どうぞ、新幹線のお時間が近づいてまいりましてるんですね。そうなんですね。はい。ダッシュで、ダッシュで、はい、はい、お気をつけて。すいません、はい。はい。では皆さん、今日はどうもありがとうございました。明日も頑張ってください。ありがとうございました。ね、大変柔らかくて伸びのある素敵な歌声、なんかね、こう胸が熱くなって何度もうるっと来てしまってね、皆さんもちょっとそんな方いらっしゃったのではないでしょうか。ありがとうございました。さて、チャリティーライブに続きまして、この後は6時20分頃を予定しておりまして、その頃からルミナリエの合唱となります。それまで少しお時間がありますので、ぜひですね、明かりが灯されたルミナリエの周りをちょっとリレーウォークしてみたりですね、少しあちらの飲食ブース覗いてみたり、あちらのつながっているブースを覗いてみたりなど、少し自由時間を過ごしていただければなと思います。ありがとうございました。はい、いいですか、いいですか、いいですか。皆さん改めてこんばんはです。こんばんは。ですね、これからルミナリエという曲を歌うんですけど、この曲はリレーフォーライフ の青森がですね、結成されたのが2014年なんですよ。その時にもう太蔵さんという方が作曲して、作詞はリレーフォーライフ皆さんで考えた曲です。そして2014年にですね、リレーフォーライフ青森実行委員会が発足なった時に、一緒に同志として戦った女性がいました。その女性はですね、残念ながら7月の28日にお空に旅立ってしまいました。その方への思いを込めてですね、その方がいなければ本当にこの青森のリレーフォーライフは実現しなかったんじゃとな、しなかったと思うほど私は今思っております。彼女を偲んでですね、ルミナリエという曲を歌わせていただきます。はい、1,2,3,4
ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。だいぶ日中は暑かったんですけれども、過ごしやすい気温になってまいりましたね。まもなくエンプティーテーブルのポエム朗読いたします。今回こちらの朗読を宗像陽子さん、音楽を宗像義人さんにお願いしております。親子での共演です。これから朗読しますものはエンプティーテーブルというポエムでございます。お母さんがポエムを読んで、息子さんがピアノを弾きます。どうぞ皆さん楽しんでいただければと思います。はい、それではお二人よろしくお願いいたします。それではまず、それではまず鈴木玉能さんのメッセージから紹介させていただきます。悲しみは変わらない。変わるのは希望だけだ。これは太宰治の言葉です。今日これからご紹介するエンプティーテーブルという詩の中にも希望という言葉がたくさん出てきます。エンプティーテーブルとは空席のこと。コンサートや飛行機の席に空きがあることもエンプティーテーブルとかエンプティーチェアというふうに呼ばれたりしています。けれども今日私たちの前で愛と勇気と希望の明かりに浮かび上がるエンプティーテーブルはただの空席ではありません。あなたの大切な人、私の愛おしい人の面影が浮かび上がる、とてもとても大事な席です。それでは、エンプティーテーブルを紹介させていただきます。エンプティーテーブル。この小さなテーブルは尊厳と名誉の象徴です。がんと戦った多くの人が私たちの元を去って行きました。このテーブルは今日ここに来ることができなかったその人たちのための席です。このテーブルの小ささ、それは時にたった一人で病と戦わなければならなかった患者の心もとなさを表しています。白いテーブルクロス、それは命をかけた戦いを支え続け、医師、看護師、研究者たちを表しています。花瓶の一輪のバラの花、それは病と戦った患者の強い意志を表しています。それを支える家族や友人や揺るぎない愛情を表しています。花瓶に結ばれたリボンは見えますか？これはすべてのがんに対する治療を求めて
たゆまず努力を し続ける研究者たち何百万人もの人たちが襟につけるピンクリボンの色と同じです。散りばめられた塩は見えますか？それは数えきれない患者の苦しみの涙を表しています。愛する人を失ったあなたや家族や友人が流した涙です。一切れのレモン、それはこの重大な病の苦しい戦いを象徴しています。伏せられたグラス、それは今日この日に共に集うことができなかったそんな方々への追悼の心を表しています。それでもこのキャンドルイルミネーションルミナリエに浮かび上がるエンプティーテーブルは悲しみだけの席ではありません。私たちの心にも灯る希望の光です。がんの告知を乗り越え勇気を持って今を生きる患者さんやがん経験者の方々の光り輝く希望の現れです。エンプティーテーブルに寄せられた私たちの思いのすべてが希望の光なのです。リレーに寄せられた基金と医療に携わる努力によるがん根絶への希望の光です。私たちのこの一歩が世界を救うのです。エンプティーテーブル、この小さなテーブルは尊厳と名誉と希望の象徴です。ありがとうございました。村方陽子さん、吉田さん、ありがとうございました。今一度お二人に拍手をお願いいたします。皆さん今ポエム、そして音楽を聴きながら大切なあの人をこう思い浮かべた、そんなお時間だったと思います。さて、お昼からスタートしたこのイベントですが、皆さんいかがでしたでしょうか。リレーウォークはこの後も続きますが、ただいまのエンプティーテーブルをもちまして、ステージイベントは明日朝までお休みさせていただきます。明日は朝8時から芝生で元気アップル体操が行われます。ぜひご参加ください。